ギタリストの西山です。西山隆之のウクレンフレーズ、今回は2回目を発声しています。今日紹介するフレーズは、ストロークを演奏しながら、左手の、バランスを鍛えるというフレーズをやりたいと思います。なかなかいろんなね、レッスンに通っている方とか、自己練やってる方も多いと思うんですけれども、こんな練習方法をしたことないと思いますが、非常にね、こう、バランス力を身につけれるので、頑張って練習していただければと思います。コードは C コード、そして F コード、そして G7 コード。この3つを使います。まあ、この辺のコードだったら、ウクレレ始めてね、1週間、1ヶ月ぐらいの人だったら、すぐ覚えてると思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。もしウクレレ買ってまだね、1週間も経ってないよって方は、最初の C コードの部分だけでも練習をしてみてください。ではまず、フレーズを僕が弾いてみますので、確認をしてみてください。1、2、3、4。はい、というようなフレーズでした。非常にね、見た目も厄介な気がしたと思うんですけれども、弾いてみると、とっても頭がこんがらがって、大変だなというふうに感じるかもしれませんが、この練習フレーズをやることによって、非常に左手の、いろんなコードにチェンジをするときのバランス力が身につくので、ウクレレは絶対に上手くなると思います。なので、飽きずにチャレンジしていただければと思います。一つポイントは、僕と同じテンポでいきなり練習するんではなくて、かなりテンポを下げていただいて大丈夫なので、ゆっくりゆっくり練習してほしいと思います。的確に指の配列だったりとか、チェンジをするタイミング、これを練習した上で、しっかりテンポを上げていくっていう風にやっていただければと思います。まあ、ウォーミングアップにもすごくいいフレーズなので、ウクレレを持ってチューニングをしたら必ずこのフレーズを弾くみたいな形で練習していただいてもいいかなと思います。ポイントとしては、結構親指の位置をどこに置くかによって、こっちのね、人差し指、中指、薬指、小指、こっちのバランスが変わってきます。なので、この4本の自分から見えてる手前の指をどうするかというよりは、親指を動かしてあげて、他の指を楽にしてあげる位置をしっかり探してほしいなと思います。もしくは肩をちょっと動かしてみるとか、肘を動かしてみる。この辺も非常に大切なので、コードのフォームだけにとらわれず、左手全体、左腕も使いつつ、練習していただければと思います。では、皆さんの動画アップお待ちしてます。1、2、3、4。